今日はあらちゃん遅刻して打ち合わせ、ナビがついてながら3キロも先に行ったということで。え、ついてますけど。もうちょっと勘弁してくださいよ。遅刻しましたっけ。遅刻しましたよね。しましたしました。ちょっとナビついてたんですか。しました、すいませんでした潔く行きます、そこは。すいませんでした。というわけでイルメシスタートです。一人一人が大きな夢を自分だけでは抱えきれない。色も形も動きも。さあ始まりました11FC。 この番組は東京ヴェルディ、そして日テレベレーザ、地域の作家をとことん応援しちゃう番組です。東京ヴェルディの応援歌を歌わせていただきます、ミスです。東京ヴェルディゴールキーパーやってます、新井翔太です。今日ゲストの方ノリノリですよね。ノリノリですね。結構イケイケな感じですよね。はい、大丈夫ですね。私ちょっと進行していけるか心配なんですけど大丈夫です、なんとかします。僕は今回のゲストは東京ヴェルディミッドフィルダーの杉本龍二選手です。イエーイ。緊張しますか。はいあ、なんかさっき結構さっきの全然違うじゃん。さあちょっと恒例の質問なんですけど、はい、ニックネームを教えてください。いや普通にリュウジ。リュウジ、じゃあリュウちゃんできますか。リュウちゃんでいいですか。ね、いいですか、リュウちゃんで。かわいいな。かわいいですね。アラちゃんとは普段交流あります。いや、番長それの聞きました。番長とってこれが本当の俺です。いつもね、結構ね、はい、なんかあんな言われてますけど、ね、いろいろ言われちゃってるけど、今日はこれが本当の俺、番長だって、はい。あらちゃんはどうですか、りゅうちゃんの印象とか。クソガキです本当に。出た。中学生ぐらいにしか見えないと思う。俺とこいつが普段一緒にいたらちょっと俺ラチってんじゃないかっていう中学生よ本当。そんな幼く見えます。俺が見えてね。まあそれはりゅうじ、まあサッカー中は熱い人間で、俺にくれみたいな。ボール俺に出せって言われて、ドリブルしてやっから俺にくれっていうプレースタイルなんですけど、まあ、普段は全然そんな全くなくて、明るくてもう普通にやんちゃな、もうトータル的にやんちゃってたから。トータル的にやんちゃ。ベルギーの印象とかってありますか。いやもううまいって感じですね。うまくて悪い。うまくて悪い。やんちゃな。わかる。やんちゃな。やっぱやんちゃな。俺じゃなくてヴェルディがやる今年同じユースからの昇格組3人、やっぱりこうライバル心っていうか。南とはあいつ高校から入ってきたんですけど、その時結構なんかお互い意識してて、お互いって俺が意識してて、まあ、結構削ったりしてたんですけど、俺が。今は多分みんなライバルって感じじゃないっすよね。俺ら仲いいっす。仲いいっすね。皆さんもちょっとりゅうちゃんに、質問あるのかなと思うんですが。質問ある人。質問ある人。はい、はい、じゃあ試合で何人ぐらい抜いたことあるんですか。はい、2000人抜いて点決めたことあるよ。ありがとう。今シーズン点は何点取りました。あ、ゼロまだ出るね、まだ触れないで、触れないでまだ後半戦だから、これからドリブルが得意ということなんですけれども、例えば試合で新井選手と1対1になった時にどういうふうにゴールを決めるというイメージがありますか。いや、基本的にはループですね。新井くんをちょっと小バカにして決めます上手くなるための練習ってどんなことをやってるんですか。やっぱ小さい頃からいっぱいボール触るとね、上手くなると思うよ。俺もそんな上手くないから。どういうフェイントが相手を一番抜きますか。フェイントの種類ってことかな。フェイントの種類か、それは自分で編み出すのが一番いいぞ自分に合ったフェイントが一番いいぞ。はい、じゃあ、はい。どんな選手が好きですか。川野博樹選手が好きだな、俺は。知ってる、去年ベルで7番の選手。上手いから見てきな、勉強になるぞ、うん、目標にしたい選手は誰。川野博樹選手だよそこはな、大好きだもんな。彼女いますか。シビアな質問来たな。シビアだな、いませんよ。そう、やった、やった、やった、だって俺もやった。狙われてんぞお前今小さい声で俺もやったって言ってました。俺もやったじゃねえよ。好きなタイプの女性はどんな感じの方でしょうか。きっとね、
見てる方はこの辺聞きたいでしょうね。確かに、ね、好きなタイプの女性、やっぱ女の子らしい子が好きっすね。フットサルしてる女子とかどうですか？おガチな質問来ました。いや別にいいんじゃないですか。いいよね。いやでもなんかフットサルもサッカーと似てるから、そういうことをね いっぱい話せるからいいと思います。はい、さまざまなサッカーカルチャーを紹介する週休7日、やよいちゃんよろしく。皆さんこんにちは、日テレブレザーの小林やよいです。週休7日、今回はどこでしょう、八王子駅に来ています。今回はカフェラテアート、今回はバリスタになって頑張りたいと思います。イレブン FC の取材で来ました、日テレブレザーの小林弥生です。こんにちは。と今日はラテアートができると聞いて伺ったんですけれども。はい、お伺いしております。まずこれ着替えてお願いします。あ、これにじゃーん、着替えてきました。どうですか、似合いますか。かっこいいです。お借りしました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アートをするのに、はい、大事なポイントは、大事なポイント、はい、この段階では、この段階では、この次のミルクフォームを作ることが重要ですね。ミルクを、ミルクを、ここが大事ですか。ここが大事ですね。重要ポイントです。ここからカクテルピンでコーヒーをすくって書きたいところに書いていきます。うわぁ、クマさんがかわいい。これが重要なミルクですね。で高いところに持っていきます、上に上げていきます。これどうやったら白い部分、角度をつけると白いのが、角度入っちゃいそうですよ。あ、全然白い部分残ってないですよ。入れますか。いきますか。低いところから最初軽く落として上に上げます、上に上げます、上に上げます、もっと上に上げます、もっと上に上げます。で中に吸い込ませていって、うわ、もうアートができないぐらいになっちゃいました。ここからのピンと太いものとスプーンと、これをコーヒーをすくってで描きたいところに描いていきます。あ、結構面白い、なかなかいいんじゃないですか。素晴らしいです。サッカーボール見えます。今回は日光カフェさんにお邪魔しました。週休7日ではこれからもさまざまなサッカーカルチャーを紹介していきます。次回もお楽しみに。イレブン FC、 今日はファンフットサルクラブでお邪魔してますが、はい、なんと今日はファンフットサルクラブのレディースの監督オスカーさんに来ていただいてます。イエイ、よろしくお願いします。オスカーさん、ファンフットサルクラブっていうのはどんなクラブなんでしょうか。そうですね、この施設はスクールね、スクールやってますので、はい、幼児クラスから、小学生1年生から6年生まで、毎日月曜日から金曜までやってますので、サッカーじゃなくてフットサル、スクールでやっぱりサッカーのレベルアップ結構みんな来てる、チームじゃなくてやっぱりレベルアップの人来てますんで、すごい女子フットサルチームがあるということで、この施設のチームで、はい、とりあえず一緒に後ろにメンバーもいますので、イエーイ、素晴らしい実績をお持ちだということなんですが、ちょっと教えていただいていいですか。東京都大会7連覇と、あと全日本選手権5連覇。5連覇、5連覇、
女子フットサルは今盛り上がってますか？盛り上がるべくこれ女子サッカーに便乗して、そうですそうです、なでしこに乗っかりたいなっていうのが、ね、今後の目標みたいなのって、その選手権ちょっと最近勝ててないんで、それちょっと日本一にまたなりたいんで頑張ります。ぜひ頑張ってください。サッカーやってる、サッカーやってる、やってる。暑かったですね。すごいですね。ねえ、みんなうますぎ。ちなみにリュウちゃんは子供の頃、はい、どんなキッズだったんですか？昔からもうずっとプレースタイルは変わってないと思います。ずっとこんな感じです。じゃあリュウちゃんから、はい、キッズのみんなにメッセージを。とにかく楽しんでください。以上です。ウェイ、ハンパン。続いてはワンのコーナーです。このコーナーでは毎回ヴェルディそしてベレーザの選手、クラブ関係者にスポットを当てて、その素顔そしてクラブやサッカーへの熱い思いを伝えちゃいます、うん、で今回誰？今回は東京ヴェルディミッドフィルダーの飯尾和則選手です。あーちゃん、飯尾選手、はい、どんな選手ですか？ちびくんはやっぱ俺がヴェルディ入った時からずっと思ってたんですけど、サッカーってやっぱ止めて蹴るっていうのが一番大事なんですけど、
それが本当にうまくて、まあ、チーム1位って言っても過言じゃないし、やってる年数も長いからサッカーをよく知ってるなと思うのと、まあかっこいいっす、私服も顔もイケメンっす。そんな飯尾和樹選手のワンです。飯尾選手は誰よりも走る、もうチームのためにみんなのためにって、やっぱりボールを持てるところとかパスもちゃんと回せるところ、絶好調がずっと続いてますから、このまま前を向き続けてくれてれば、うん、蹴り込むし、ため作れるし、意外性あるし、最近は特にいいですよね、キラキラでね、やっぱ前線の選手としてゴール決めてくれれば一番いいなと、飯尾のちゃんともたくさん歌いたいんで。ミッドフィルダー飯尾和則はヴェルディ歴チーム最長の12年選手だ。彼が見せるゴールへ向かう貪欲なプレーは、 J2 への降格の悔しさ、そして J1 へ昇格する難しさを経験してきた彼ならではの危機意識の表れだった。幼稚園の時になんか体操クラブじゃないけどそういうのがあって、でマット運動とかやってたんですよ、幼稚園の中で。でその中にサッカーもたまにやったりしてたんですよ。それでサッカーが面白いなと思って、そっからその幼稚園のやつが小学校3年生ぐらいまでやってたんですけど、で そっからそのタナスポーツクラブに入ってやりました。地元タナスポーツクラブを経て、読売日本ジュニアユースからヴェルディユース、そして1999年高校3年時にヴェルディ川崎、トップチームデビューを果たす。まあ北澤さんがいて一番上に、だからなんかちょっと夢のような世界ですよね。中学校の時とかにもうすごい日本代表でバリバリ活躍しててっていう人と一緒にサッカーをやれんのかっていう。飯尾のヴェルディ歴は今季12年目、他チームへの期限付き移籍も経験し、ヴェルディでの J2 への降格と J1 への昇格、さらに天皇杯優勝といった彼ならではの貴重な経験を積んできた。5年前にはサッカー選手として一番の転機ともいえるフォワードからミッドフィルダーへのコンバートも経験した。いやでも最初は結構戸惑いましたね。どんなんなっちゃうんだろうって思いましたけど、やってるうちにまあ面白いかなとかも思う部分もあったし、多分ちょっとディフェンスのところはちょっと戸惑いましたね。それ戻んなきゃいけない部分とか。現在では高い位置でのプレッシャーで相手の攻撃の芽を摘み取り、守備面での貢献度も高い。飯尾はチームを誰よりも理解する者としてJ1 昇格を語ってくれた。勝ってる時ってすげえいいサッカーするんですよ。先1点取って1-0の時間が長ければ長いほどすごいいいサッカーするんだけど、ちょっと1点取られたりしちゃうとなんか結構急に元気が上がっちゃったりみたいなとかもあるんで、焦らないでやっぱやることが大事だと思うんですよね。そのやってることに対して疑問を持ち始めたりとかしたら多分もう続かないと思うんで、大丈夫大丈夫っていうふうに、まあ全員大丈夫だ、取れるって思えれば、まあ、取れると思うし、まあ、その辺だと思いますね。その気持ちの部分のところがやっぱ大きいと思います。飯尾のモチベーションの高さは一体どこから来るのだろう。サポーターの人が挨拶言うじゃないですか、試合前に。めっちゃ大声で叫んでたんですよ。結構な大人なんですけど、もうなんか持ってたのかな、めっちゃ叫んでたから、それがもうすげえなっていうか、本当応援してんだなっていうのが、なんかそれ見てちょっと鳥肌立って、
ていうのがこの前の試合ではありました。だからいつどんな時になんか自分が高ぶるかとかって自分でも分かんなくて、今季前半を終え飯尾は自ら3得点を挙げている。フォワードの嗅覚を持ったミッドフィルダーは J1 昇格のために自分が、そしてチームが何をすればいいのかを知っている。多分一人一人は結構やっぱ上手いと思うんですよ、ベルディって。だからそれを思いっきり出せれば、全部の試合で 100% 出せれば、まあ本当可能性は出てくると思うんで、まずは本当 100% 力を出すことだと思います。一つになるってことじゃないですかね、そのサポーターもそのチームに携わってる人たちが、そうじゃないと上がれないとか、そういうことだと思うんで、そうなりたいですよ。緊張してたのグラグラなんですよ。なんかちょっともう最後の方飽きちゃってませんでした？なんかもうお腹減ったとか言ってた。お腹減ったとかちょいちょい言ってましたけども。飽きたの？飽きてないです。いや、楽しんで喋れてよかったです。本当ですか？幸せです。普段喋ってないみたいじゃないか。さあ今日ね、八王子ファンフットサルクラブからお送りしました 11FC。 皆さんまたお会いしましょう。